っしゃ、あっちゃ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 っ、よし、今日はボクシングの歩き方についてやってみようと思います。どうやって前に行くのか、どうやって後ろに下がるのか、いろいろあると思いますが、今回はすり足でやってみたいと思います。すり足、足をすって進むので、できるだけ地面と、この肩、これ平行して進むようになるといいと思います。まっすぐまっすぐに近づくような感じで進めるといいと思います。まず何をするかというと、構えた姿勢から、大きな波をイメージして、前に進みます。前足グッ、戻る、グッ、後ろ足を引きずる、する、3、する、大きな波をイメージして、そうです。で、バン、このバンが重要です。バンしたところから次の動きが始まります。ここから1、2、3発目を引いてバン、バック、スルスル、バン、この足からスルスルスル、バン、これです。で、だんだんできてきたらリズミカルになるように、なってきます。こういう感じ、スースースースルースルースル、バン、スルースルースル、バン、スルースル、バン、スルースルースル、バン、スルースルースル、バンです。次はこの波がだんだんに小波になってきます。だんだんこれがこうなってきます。スルスルスル、で、こうなります。それがだんだん水平になってきます。で、水平になればなるほど進む歩幅もだんだん狭くなってくると思います。だんだん歩幅も小さくなってきます。で、この最終的にこのバンがなくなって、スー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 、はい、こうなってきます。よし、よし、次、次はさっきやったこれの歩き方にジャブを加えてやってみたいと思います。これにジャブを加えます。これで歩きます。前に行くときには前足も一緒にジャブを打ちます。時に、ジャブの手を引くときに後ろ足がこうなります。ダッダッダッダです。バックするときは逆です。
と、後ろ足も一緒にジャブを使って、ね、で引くときに前足が引きます。2、1、2、1、吸って進むような感じです。1、2、3、この3、止まった足からバックします。1、2、3、戻った姿勢から前に行きます。よくこういう人がいます。さあ、で体勢を立て直したり、独自の、リズムを取ってみてからとか、1、またバックした時に必要以上に下がっていくとか、3、いろいろこうやってみてからスタートではなく、3、こっからこの手のある位置から1、2、3、この手のある位置、足のある位置から1、2、3です。よーし、よー、次は、ちょっと動きを変えてこういう動きをやってみようと思います。構えた姿勢からこの波を打つときに、大波を打つときの第一歩のような感じでぐっと入ります。高さがぐっ、低い高さになります。構えた姿勢からぐっ、この高さから、前足を引きずってスー、引きずるときは、かかとを上げてつま先を引きずる感じです。グッスー、こういう動き、グッスー、グッスー、グッスーです。これはこんな感じになります。ジャブ、ジャブ、ワン、スーと一緒に前足をスーです。引きます。バン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 、バックダウン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 、この引き足が大事です。で、踏み込むときは、両足一緒にペンペン踏み込む打ち方もあります。ありますが、両足一緒に踏み込んじゃうと相手の間合いに入ってきます。自分がバンバン打ち終わり、狙われる可能性があります。なので、今回は前足だけの踏み込みです。後ろ足ペン、これよりも半分速いワンツーが打てます。後ろ足まで踏み込むとワンツー、速くやるとこんな感じです。もう一回、で、前足だけだとどうなるか、ダーンダーンペペン、こんな感じです。ダーンダーンペペン、少し速いです。ワンツーが速い、ワンツーが打てます。この後ろ足がない分、ダーンダーンペペンペンペン、バック、デン、デン、ペン、デン、デン、ペン、
前、ペン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 、こんな感じです。ペン。よーし。よし。よし。行くぜ。今回はもう一つの引き足についてやってみたいと思います。何をするかというと、まあ、ダーン、この半歩、バーン、バーン、バーン。ここまでは一緒です。ここまでは一緒で、引くときに後ろ足をちょっともう半歩ぐらいちょこっと引いてからスー、引いてからスー、ペン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 、こういう感じです。デン、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 バック、デン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 。この、後ろ足をちょこっとつけるだけです。前回の、やつと何が違うかというと、打ち終わり、もう少し相手と距離を取ることができます。普段、進むときに半歩で進んでいるので半歩、半歩、半歩しか踏み込んでません。なので、もう半歩残ってます。なのでもう半歩引いて、これでちょうど一歩です。人間は普段基本一歩ずつ歩いています。なので半歩足す半歩で一歩、これで、少し、下がることができます。そしてスーッ、相手と、もう半歩長い距離を取ることができます。早くやってみるとこうなります。まあ、このバーンバーンは様子見ジャブなので、これはゆっくりで、変化をつけてペンペン、ワンツーを早く打ってスーッと引きます。いきます。ペンペン、ペン、スー、ペン、ペン、ペン、スー、ペン、ペン、スー、バック、ペン、ペン、スー、ペン、ペン、スー、ペン、ペン、ペン、スー、こんな感じです。よし。